みんな旅してる？どうもしげです。東北第23話郡山市55日間の東北編完結。それではスタート。福島県郡山駅到着。まずはホテルまで歩きたいと思います。今回の宿、郡山ビューホテル。チェックインしました。エコノミーシングル、広い。かなりしっかりとしたいい部屋です。ユニットバスもしっかりとゆとりを感じます。この旅最後の選択、1回300円。続いて感想、30分200円。夕方から友達と約束あるので、それまでホテルで作業。大学の同級生関係に連れてきてもらって、串はしご。はい、お疲れ。実際回ってるステムも本当3分の1くらいの、うん、その土地を回ってるのも。そうそう、あとは作業なんだ。お通しはキャベツになんかタレがかかったやつ。梅水晶、カツオの刺身。郡山の農家さんが作ってるジャンボなめこの天ぷら。この後も旅は続くわけです。そう、全世界行こうと思ってて。すげえな。だから行けなくて、食ってから行くって、食ってから。うん、うわ、串揚げ盛り合わせ8本と、真ん中のが福島の親方アスパラ。でかいね、うまそう。パンもいいですよ、けどメインターゲットっていうか、メインのユーザーもいるわけだよね。うん、なんかすごい辛いっていう。毛沢東カラーでうまそう。なぜか音声が取れてなかった。ひろき特別純米1号。続いての日本酒は郡山の穏やか、カエルが可愛い。3つ目の日本酒は会津中将純米酒。地方で新規事業なら郡山。久しぶりの大学の友達、楽しかった。おやすみなさい。おはようございます。 36.5 度、異常なし。1週間ぶりに動画公開終わった。昼飯食いに行きます。昼飯食べにまずバス乗ります。やべ、バスが同時に3台ぐらいいっぺんに来たから乗るバス間違えた。今度こそ正しいバスに乗って昼飯食いに行きます。福島放送前バス停で下車しました。福島といえばラーメンでしょってことで、品そば正月屋来ました。焼き豚そば、うまそう。まずは輝くスープいただきます。続いては中太麺。焼き豚そばにしたら超巨大な豚が4枚。いやー、うまかった。 T シャツに跳ねたのだけがピエーン。腹ごしらえ済んだから散歩がてら駅まで歩いて帰ります。駅から3キロ弱離れた郡山市役所。郡山市の人口は現在およそ33万人。市役所すぐ目の前の海星山公園。野球場があって甲子園の予選でもやってるのかな。この大きな池は伊豆湖というらしいです。真っ赤な柵の橋があったり、でかい公園ですね。なんと結構大きなバラ園までありました。駅までまっすぐ続く道、3キロぐらい歩きたいと思います。駅前の中心街まで戻ってきました。駅前500メートルぐらいは大きなアーケード街になってますね。郡山駅戻ってきました。観光で行くとこはあまりないかもしれないですね。ヨドバシカメラなんかもあって、東北の中では都会な方です。道も綺麗で街にゆとりは感じますね。
なかなかおったまげーのタワマンだと思ったら、これは病院。ヴィトンとかティファニーも入っててデパートなのかな。薄い。ブラッと散歩して郡山ビューホテル戻ってきました。夕方飲み行きます。めちゃくちゃ雨降ってる。東北旅最後の夜は居酒屋やすべ。一杯目キリンラガービール中。お通しは名物イカ人参。選べる刺身3点盛り。まずは郡山名物だという鯉、珍しい。続いてこちらもちょっと変わったメイプルサーモン。郡山のソウルフードだというキャベツ餅。そう、合う、絶対合う、そっちの方が、うん、なので家帰ったら12時ぐらいだから確かに遅いは遅いよ。本日2杯目は穏やか。会津地鶏胸もも食べ比べ。サミー彼氏いないとの主張だ。自家製農園で育てたというバジルの天ぷら。3杯目は天命。締めに焼きおにぎり醤油きました。そして郡山の農園で採れたというなめこ汁。郡山名物たくさん食べられたので少しだけ夜のパトロールします。この駅前アーケード商店街が一番の歓楽街っぽいです。交差点の中心には夜の店のキャッチっぽい人も結構います。キャバクラ、バー、飲食店はこの辺り結構集まってるっぽい。経済規模はでかいからこの通りも結構夜の店ありそう。このビルなんかも結構ギラギラしてるよ。以上、郡山夜のパトロールでした。パトロールを終えて郡山ビューホテル帰ってきました。ついに東北最後の夜、おやすみなさい。おはようございます。 36.8 度、異常なし。ホテルチェックアウトしたので東北最後の昼飯食いに行きます。さあ、この度最後の昼飯、三鷹食堂。量が多くて有名な地元の人気定食屋。カツカレー来ました。すごいボリューム。でっかいカツが中央にドドーンと乗ってますね。いやー、食った食った、全部食ったら汗だく。郡山駅前に戻ってきました。駅前にあるどこでもドアのような緑の扉、歌手のグリーンにちなんだ緑らしい。明日今日よりも好きになれる。駅前に天高くそびえるビッグアイ。20から24階、世界一高いプラネタリウム、フジテレビかよ。
やまびこ翼に乗って東京へ帰ります。郡山から東京まで新幹線で約1時間20分東京駅到着しました。このまま実家に帰ります。京葉線に乗ります。実家のある新浦安帰ってきました。実家でワクチン接種券を受け取ったので都内に帰ります。日比谷線に乗り換えて恵比寿に向かいます。50何日ぶりに恵比寿戻ってきました。恵比寿行きつけの魚焼きもん、いつもの行きつけのお店でジャンレモ。いつも食べてる刺し盛り2杯目もジャンレモ。いつも食べてるキャベサラハーフ、魚屋だけど地味に人気の唐揚げ、ジャンレモ3杯目。東北編最後までご覧いただきありがとうございました。新シリーズもお楽しみに。郡山2泊の旅費は36,437円、東北54泊合計598,428円。郡山からチャンネル登録よろしくね。それではまた次回会いましょう。